進んでる。これは脱出できるかな。足が冷てスキー場じゃねえかこれ。あー怖え。これ降りた方がいいのかな。どうやって降りるや。
なんとか、なんとか無事に。ここまでしかない。くっそー。ちょっと一回そこに出るか、出れるかな。分かるんかな。
スポンってなるとこ。どうしようこれ。めっちゃ簡単に取れる。こっちも簡単に取れる。なんかいいとこ、ご縁玉みたいな、まだいいリップだけ固まった全然ダメだこれがもうちょっとこっち来て、このキャップがここに入っとらないかもしれないね。ああ、そうですね、グリップが奥入っちゃってる。そうです、多分こけた時にグッていっちゃったと。ああ。ハンドルがとっつきにハンドルがグリップがすぐ取れる。ハンドルがとっつき取ればグリップ抜けすんで。そうですね、やっぱりハンドガードがいるかもしれん。水道で洗わんのこダメっぽい。ちょっと洗わないか。あそこのトイレ水あんなさそうだな。なさそうですね。トイレの横になんか蛇口がついてたけどね。あ、マジですか。うん、水が出るかどうかわかんない。パークリ持ってきてないもんな。パークリさすがに進んでないかな。
これハマってるだけなのかな。あ、でもだいぶ雪なくなってるな。怖い。走るのが精一杯ですよね。本当飛んでっちゃいますよね。あれ下りゆっくり行ってもなんかこうやってなってますもんね。なってます、なってます。すごいな。でもなんかだいぶ雪はなくなってます。あ、マシになってます。マシになってます。これ今ここ赤いランプついてます？ここ上のとこ。ついてないです、ね。ついてないです。はい、走るだけみたいな。ですね。今のくるくる回るだけみたいな。一応取れたと思いますよ。あ、本当ですか。滑っとるかな。そしたら行くんだろう。行ってみますか。いや、いいです。今日はやめときます。多分ハマる気がする。今のコースなら走れる。ですよね、うん、あそこで戻ってこればなんとか。そうそう。